はい、飛行機。ちょっと違うバージョン、考えて、ここ。なんかここあるでしょ、船じゃない、羽がこう、ピコピコってなるところを作りました。はい、行きましょう。3バルーン。レッド、ワイト、ブルー系、いきます。なんかね、これ何回目？ 4 回目よ、これ。どこで撮るの？長さがもういかんのよね。なんかね、どうしたのかね。めちゃくちゃ繊細なんよね。作り方が悪いんだよね。10センチぐらいかな。4 to 5 inches apart。もうちょっとかな。入れようか。これで10センチぐらいだね。ちょっと空気抜いて。いきます。おさらいだからちょっと流しながらいきます。2ピンチ2イン。引っ張って回す。1、2ピンチ2イン。引っ張って回す。で、ウィング。ウィングなんだけど、どのぐらいだろう。15センチぐらいかな。6インチのアバウト。引っ張って、ちょいちっちゃめが、ワンモア、長さを測って、どんぐらいかな。 だいぶこれ作って渡ったからね、病院で子供たちとかに。あと反応を説明します。で、空気を送って、ここでどれぐらい？2個丸を作るんだけど、うわ、繊細。ちっちゃい丸を1個作って、もう1個、これもあれだね。ちょっと、もうちょっと入れたらよかったかなって感じだよね。ね、垂直尾翼が。で、ここね、見て。これセンターずれとるでしょ？ここ。真ん中になってないでしょ？だから、これを一回一緒に回すんです。その時にグッとやったら割れる系気をつけてね。これじゃないね。センターがあるためには、ピンチ2色と羽を一緒に回さないといけないんですね。で、これを、これをヘッドっていうか、一番前を前に持ってきたいんだけど、持ってくるときは回しながら僕はやります。回しながら、ゆっくり、スローリー、スローリー。ピンチも動かすときも、スローリー、スローリー、ジェントー、優しく、あっちゅんかな。 これも、引っ張りながら、縦に、います。お、できたじゃん。で、次なんですけど、これもうちょっとでかい方がいいよね。まあ、いいとします。で、ここで、だいたいこの辺りで、これを回すんです。作った後に。だから、まあ、だいたいこのぐらいかなって思うところを、こうやって、押さえて、指で押さえて、引っ張って、回す。2回ぐらい回す。1回、2回。そしたらね、こういう形になってくれる。はい。これをやります。こっち側も一緒。このぐらいかなって思うところを、引っ張って回す。引っ張って、引っ張って回す。うるさい。うるさいな。昨日も病院行ってきましたよ。私も病院行ってきました。まあまあ、いいかな。こんな形に、これもかっこいいでしょ？ある程度ね。だから、今日お伝えしたいのは、いろんな色で作ってほしいっていうことと、今日赤でやったの。で、このウィングをちょっと工夫したってことと、それから、ちょっとまあ作ってみよう。雲、クラウド。クラウドはね、もう、適当です。もう丸をたくさん作る。これはね、分かれば、伝わればいいの。子供にあげたよ。喜んでた。すっごい喜んでた。
そうなんですよ。もうなんか、弟君とお兄ちゃんが来る子がいて、リハビリをするんですけど、骨折されてるから、その子たちにあげたら、弟君が待ってるじゃないですか。次お兄ちゃんあげてしまってから、めっちゃダダこねとって、最初弟君あげればよかった。もう最終的にはあげたんで、ちゃんと、二人にね。で、一応ね、インタビューもしましたので、本当はね、こういう映像流したらいいんだけどね、やっぱさすがにそれは無理だからね、病院だからね、クラウド、エアプレイン、いつかね、できたらいいねと思ってるんですけどね、はーい、どうも適当です。はい、これで結びます。まず結んでおいて、で、カットします。ああ、それ、ちょっと残してカット。で、これ取っとくね。残してカット。で、まず飛行機をつけます。飛行機の下、ここに近づけるようにして、これを引っ張ります。引っ張り方は結構強めに引っ張る。ギュンって引っ張る。ギュンって引っ張る。したら、結構固定してくれるんで、ここはそういう風になっています。でも、これでも、なんか、これゆるゆるだなって思う時があるの。そういう時は、僕はね、これを、この長い、こういうくっつけるやつを回す。回しながら、もう一回降りてきたりすると、2、3回やると、かなりテンションがかかってくれるんで、いいと思います。はい。これで、次、雲。雲は、さっきの残りがあるよね。これを使います。親指で押さえて、見える？親指で押さえて、引っ張る。まあ、これ白でもいいよ。で、どの辺つけようかなーって決めたら、まあ真ん中でもいいし、ここに。こうしてみようか。6でにしてみよう。ちなみに言うよ。これを、ここに決めてから、引っ張る。で、今これ離れてるでしょ？離れてるよね。離れてない方がいいと思いますよ。好みです。だから、ぐーんと引っ張って近づけます。いらないから、これはカットします。はい、できた。で、これはね、向き変えたかったら、こうやればいいから、よいしょ。お、いいね。これもう旋回しとるみたいなね、キュイーンって。で、子供に聞いたの。弟君とお兄ちゃんに渡した時に、1本はまっすぐ、1本はまっすぐね、こういう感じ、これって、これとこれどっちがいい？斜めとまっすぐどっちがいい？って聞いたら、どう答えましたか？ 6 歳の男の子は。斜め。って言って。お、これ斜め偶然できたけど、斜めのを選んでくれたと思ってめっちゃ嬉しかったんですよ。はい。それだけなんですけどね。あと、だから、何でも良いと思います。このぐらいでもかっこいいし。ね。で、これね、窓を描いています。ここ。はい。これね、何回か色乾いた後にもう一回乗せると、結構乗ってくれるんで、このホワイトマーカーで、僕の書き方、ちょっと簡単に最後説明しますね。しっかり振って、ちょっと出した後に、この前だったら、いくよ。これだったら、どんなんでもいいけんね。これ出てないね、色。あ、出てきた。色が出るのを確認して、えいえい。トントントンってやってね。だから、白が折れていきます。こういう感じ。見えんのよね。見えません。ちょっと細くしようかな。難しいよ、これ。空間で丸い曲線に描くの。こうやってかたどって塗りつぶしていく。こうやって。見えますか？見えます、見えますね。はい。
塗っていくの。これ乾いたらね、もう一回しっかり乗ってくるから、もしなんかノリが悪いなと思ったら何回かやってみてね。これなんか顔描いてもいいなと思ったのよ。窓に目描いてもいいし。で、あと窓をまたちょっと割愛させてもらいます。これをね、マッキーのホワイトマーカーね、もうこの太さのやつがおすすめで、これがね乾いたら、僕が使っているダイソーさんの、ちょっとね腰が痛いんですよね。患者さんこうやってね移動するでしょ、車椅子からベッドとか、もう腰がなんかムズムズしますね。危ないです、ちょっと要気をつけないともうほぼソシアルダンスみたいな感じだけどね、おばあちゃんとわーっつってで、これ僕ここにね白いところに乗せちゃうと、これかけなくなっちゃうので、内側のちょっと外ギリギリのところを攻めます。でもね、こうやって縁取っていきます。いいよ、縁取っていく、こういう感じね。そしたらなんかはっきりするでしょ。ちょっとこれ、簡単に書いてみますね。最後なんで。君ね、ちょっと、あっ！指がついたら色がつくからね、気をつけてね。はい。こんな感じです。はい。で、これでまた白、まだら気になるなと思ったら、この上から書いてくださいね。書いて、乾いたらね。はい。というわけで、今日のポイントは3つです。この色をつけてちょっとまあ個性を出してみようっていうのが一つと、次はこの角度が結構面白い反応があるのでやってみてほしいっていうのと、あとこのウィングですね、ちょっとウィングがこういう形になってもいいかなっていうのを3つ紹介しました。はい、それではこの後また動画を上げたいと思いますじゃあね、 See you again. Bye bye.